はい、ザ・レーサム、2番ホールとなります。まあ、ここはですね、ティーショットが若干ちょっと右ドックというか、ロングホールになってますけども、まあ、あそこに見えてるバンカーですね。まあ、飛ばし屋はあのバンカーの上に、打っていく。で、意外とあの木の裏側は結構あのスペースがあるので、逆に、左側の突き抜けの方がこのホールは実は怖いホールで、結構僕が研修生の時は、まあ右のコーナー打ちたいんだけど、やっぱり右の圧迫が嫌で左のラフによく入れてた記憶があります。なので、まあ、勇気持ってあのバンカーの上に、打つことをこのホールはお勧めしますが、距離が出ない方は、ヘアウェイまっすぐに狙っていただけると、そこからでもロングホールなんでね、十分パーの取る可能性がありますので、飛ばし屋さんはバンカーの上、普通の方はバンカーの左側に狙うようなティーショットになりますので、まあ、ティーショットの狙い目を特に注意して、でただ左のあのブッシュが結構距離が近いので、あの視覚的に見えるバンカーを避けすぎてしまうと左のブッシュに行ってしまう方もいらっしゃるので、ある程度ここはやっぱ勇気が試されるティーショットになると思いますので、頑張ってこのホールバンカーの左サイドにビシッと決めていただければと思います。はい、はい、行きましょう。ハヤト、ハヤトはね、もうカートの上でいい。あのね、バンカーの上でも左のラフに突き抜ける、はい、カート道の上に打って結構ヘアウェイやっとって感じ。バンカーの上だと、ハヤトの距離だと絶対左のラフ行く。わかりました。誰だと左のラフ。おお、ナイス。これはクリちゃん勇気持ってバンカーの上打ったよ。ナイスね。うん、右のラフ。ナイスショー。ちょっと右行っちゃったかなと思ったんですけど。全然いいとこです。ステレスのおかげです。はい、ありがとうございます。はい、ナイス。ナイスショー。ありがとうございます。クリちゃん。ありがとうございます。やばい今のは。あ、これもテーラーメイドです。田中秀道さんみたいな球打ったよ。本当ですか。ありがとうございます。右からこんなすごいね。でもだって右の OB からぶん曲がってヘアウェイ行ったよ。ありがとうございます。狙ったの。いや、ミスショットですね。ちょっと手前かな。はい、今レイサムの2番ホールの3打目指定に来てるんですけども、まあ、このホールはですね、残り200ヤードから150ヤードまで、1回ヘアウェイが切れてますので、やはりこう2打目、手前距離残してもヘアウェイに刻むのか、ここまで行くくるのか、もしくは飛ばす人はその先まで行くのか、まあ、2打目しっかり考えないとこうラフから3打目打つことになりますんでね。100、105。何番ピッチングです。あー低い、あー低い、奥よかった、よかった、てかトップちゃいました。奥大丈夫、奥は大丈夫。ありがとうございます。3番ホールですけども、今日はもうあのトーナメントのピンチなので、一番右の奥に切ってあります。やっぱり、ちょっとオーバーすると、ここを頂点にこっち側に下ってますので、やっぱり3打目の距離感ちょっと間違えると、ご覧のようにまたね、もう奈落の底に入ってくると。やっぱりこのホールは本当にあの距離はそんなにないですけども、やっぱり3打目の距離感を間違えると、ちょっとクリちゃんみたいに偉いところに行ってしまうので、果たしてあれをクリちゃんどうするんだろう。行きます。はい、お、これはうまく打ちましたね。ナイスオン。はい、まあ、ですのでこの3番ホールに関しては、まずティーショットはやっぱりこう飛ばし屋と飛ばし屋じゃない人によって狙い方が変わってくる。2打目は、途中で切れてるヘアウェイからラフにかかるところに対してどうやってマネジメントするのか、3打目はやはりこうショータイになってくる人はやっぱりこう縦距離ショット間違えると結構グリーンの端っこが全部こう削ってますので、やはりこう基本的なセンター狙いでこのホールは回った方が、どこのピンに対しても真ん中が一番低いので、どこのピンに対しても比較的上りのパターが残るので、3打目はこうセンター狙いが、いいんじゃないかなというふうに思います。なので、2オン狙いに来てもやっぱりこういう周りのこういうへこみに入るとなかなかこうバーディーが取れないホールなので、きっちりとマネジメントが必要になってくるロングホールになると思います。いやー、上りでも滑るわ。
まあでもやっぱりこれだけ芝がしっかり詰まってて、こんだけこうしっかりこう転圧がかかってて、やっぱこのスピードになるとやっぱりなかなかねこう難しい、グリーンはもう本当に最高に綺麗ですんでね、やっぱこの、素晴らしいグリーンをねぜひ多くの皆様に体感していただきたいなと思います。果たしてこのトーナメントグリーンがクリちゃんに分かってるかどうかっていう。まあ、ちなみに今の文字通常営業だったら多分半分ぐらいしか行ってないですね。 11.5 フィートだからあそこまで伸びますから、それはクリちゃん分かってたのかなっていう。いや早い早いって皆さん言ってたんで。なるほど、さすがです。このぐらいに狙っていきました。正解です。めちゃめちゃ早かったです、はい、左カップいっぱいです。はい、そのさ、悲しい顔しないでよ。こっち見ないでください。OK です。いやー怖いですね、ゴルフは。本当に怖いです。本当に怖いです。OK。 まあ今のやっぱりクリちゃんの最大の問題点は、まあ、ファーストパットが、まあ、1.5 メーターショートしたと。でその 1.5 メーターはもう絶対入れようっていう意識がもう強すぎて、 1.5 メーターそう入る距離じゃないから、はい、あれはしっかりやっぱり距離を合わせて入れる癖をつけなきゃだからね。1メーター半ってやっぱりもうそんな確率がもう7割8割ある距離じゃないからね。これです。これは入れようとしちゃいけないだろう。はい、そう、あと距離感合わせて、そうでもあって距離感合わせればいい。あの距離ってやっぱり入れたいけど入らなくても仕方ない距離だから、2メーター弱ぐらいって。それを入れようと思ってガツンと打つとあって往復ミンタ食らうね。